皆さんこんにちは、神谷絵里でございます。今日も始まりました関真理子物語をお呼びしたいと思います。まりちゃんです。こんにちは、はい、よろしくです。よろしくお願いいたします。はい、前回なんか食欲の秋、芸術の秋、読書の秋みたいなそんな話で何を読んでいるとかね、最近のこの世界情勢がというような そうですね、そんなお話をがありましたけれども、あれですね、最近というか、ここのところ結構人様の舞台だったりステージをこう見に行く機会っていうのもあるじゃないですか。ね、楽しいわね、あれはね。私たちのね、お友達で、私の本当に古い大事な友達で、俳優の河合我門君の、はい、舞台、ね、船越さんと初めての船越さんがプロデュースされる舞台が今回初めてだそうで、やっぱりドラマをよく共演してらっしゃるわよね、あの2人。はい、で船越さんって言ったらやっぱりどちらかというと舞台よりもこう映画の人、映画だったり2時間ドラマみたいな、そういう印象あるじゃないですか。2時間ドラマの帝王とかっていうんじゃないね。そうですよね。なんですけれども今回は初めてのそのプロデュース、彼が全部赤ひげというお医者様のお話だそうで、我門君は赤ひげ役ではなくて、赤ひげは船越さんがおやりになるそうなんですけれども、はい、それをね見に行くんですよね。楽しみなのよね。そうですね、私ね本当に舞台見に行くの好きでね、昔はねよく岸田京子さんたちがいらした文学座、はい、それからそこから分かれて雲っていう集団になってからもね結構見に行ってたんですよ。あ、劇団の舞台を。そうです。あ、お芝居、進撃の舞台。あ、そうなんですね。好きでね見に行ってたんですよ。それでシェイクスピアのものとかね、そういうのやなんかを上演してらしたの見に行って、で小池浅尾さんとか大ファンで見に行ってた時代があったのよ。あ、そうなんですか。あなたがこの世にいない時。あ、そうなんですね。あ、知らなかった。私だから私ほら文学とか芝居とかってみんなつながってるじゃないですか。そうですね。だからそっち好きなのよ。いや私こうなんか我門くんとかあとキネさんとか。新しい方たちですね。要はそうよく付き合いのあるお友達とか知り合いが出ているライブにね、ライブじゃないや舞台にこうお芝居見させていただくってことはあるんですけれども、たまに行くと面白いですね。面白い。いつか我門くんが出てたあれを見に行ったこと、藤山寛美さんのお嬢さんが主役やった三越劇場見に行ったことあったじゃない。そうですね。私ああいうの大好きなの。なんか生活の中にこういうお芝居を見に行くっていうのがあるとすごく人生豊かだなって思いますね。全然また違った空間でねその身を置いてその芝居に没頭してみるっていうのは非常に私いいことだと思うんですよ。そうですよね。日常生活と全く違う世界じゃないですか。そうですね。で私たちはどちらかというとそのなんか非日常を提供する側じゃないですか。ステージの上に立つことが多かったりで、まあ見に行くとしてもやっぱりねライブが多いんですよね私。音楽の。そうね。だからなんかそのこうお芝居っていうものにあんまりこう縁がなかったんですけれども、そうやってお友達が出演することがあるとそれをきっかけにこう見に行ったりとかしてハマっていく人の気持ちは分かりますね。そうね。いやなんかそんな話してるとまたなんか公演ないかなと思っちゃうわね。そうですね。この間の初台のオペラシティで聞いたバイオリンも良かったし、いいですよね。あとなんかフラのコンサートにもね行かれる。もう時期ありますね。でね行きましょうね。ね言ってましたよね。はい。なんかそうやってなんかたまに人様のショーを見に行くっていうの。自分自身の精神もリフレッシュしてね。よしまた私もやらなきゃっていう気になるの。あの人のも見に行きましたね。ハーブ太田ジュニアさん。そうですね。来ました。素敵でしたね。そうですね。本当にたった2人だけのねステージでねあれだけこう聞かせるんだからすごいなと思います。あれだけの時間をねウクレレ一丁でこなすというのも大変な技ですよね。そうですよね。弦4本しかないですもんね。すごいわね。すごいですよね。でもなんかこうすごくシンプルでね、いいライブだったり、あとはなんかビッグバンドのね大勢のライブも楽しいですよね。なんかやっぱりこう機会を見つけてね、どんどん見に行くっていうのはね、いろいろ刺激になっていいですね。そうですね、あのビッグバンドも良かったね。ビッグバンドね、本当に歌うのもね本当に楽しいですけどね、なかなかステージが暑かったりして音楽に集中するのがなかなかね難しい時もございますけれども、長岡さん、たけし君、あの方も長岡さんって誰ですか？長岡さんじゃなくてなんてたけし君っていうの、あ、中塚たけしさん、中塚さん、ごめんなさい、中塚さん、あの方のねビッグバンドも、それからご自身のあなたが出演したあのショーもすごかったですね。いやすごいですよね、本当になんか細長いステージだったので、なんかちょっと今度山手線で演奏してるみたいなそんな感じでしたね。まあでもねワクワクする、ああいうの、そうですね、やっぱり血が騒ぐというかね、そうですね、もう本当にいいことよね。ビッグバンドってもう本当にこうなんでしょう、もうすごくこう胸をこう掴まれるというか、すごいですねやっぱりね、人間がこう揃ってワンってこう一斉に音を出す時のあの迫力って言ったらやっぱすごいなと思いますよね。それで私なんかハワイアンを長くやってるとね、はい、限られた楽器の音しか耳にしてないでしょ、でやっぱりね管の音、管楽器の、あれのね出揃った時のあの音っていうのは私やっぱりね魅力的だなと思うのね。そうですよね、なんかもう思い出すんじゃないですか、ダンスホールとか、そうなのよ、出演されていた頃のブルースカイだったりとか、あとダンスホールとかね、チェンジでこうもう本当にいろんなビッグバンドの方と共演させていただいた、あれ贅沢な時間でしたね今思うと。そうですよね、本当にすごいことですよね。どれだけの出演者がその日にねいるのかって考えると、今はそんなのないですからね。今はだいたいビッグバンドっていうのが定期的に出演してる場所もないでしょ。ないですね、はい、ないですね、やっていけないですね。ね、たまにだから奥田宗弘さんの息子さんのドラム叩いてる息子さんがメンバー集めてビッグバンドを編成してコンサートやってるっていうのは耳にしたことある、行ったことないんですけれどもね、まあ、たまにビッグバンドの演奏自体はあるんですけど、ここに行くと必ずビッグバンドの演奏が聞けるよみたいなところはないですね。ないでしょう。だから昔の方がやっぱり豊かだったと思いますね、そういう意味では。豊かでしたよね。もうね、なんかこう録音されたものをかけるっていうだけになっちゃったので。いやだそんな。はい。なのですごくなんか古き良きという感じですよね。いやでもごめんね、あなたとこうやって話してるとだん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 また昔話に戻っていってしまって、なんか申し訳ないんですけれども、今時の話もしてくださっていいのよ。いや全然、なんかこう今となってはこう知り得ない昔のお話ってやっぱ面白いじゃないですか。そうかしら。なんか子供の頃にこうやって遊んだんだよとか、あとねそういう大人の遊び場がこういうところにあってね、例えばまあ本当ダンスホールのそのねチケット買って踊ってもらうとか、プロのダンサーの方にお相手してもらって踊ってもらうみたいなシステムっていうのもね、聞いた時はあ、なるほどと思いましたよね。今そういうのもないでしょ全然。いやないですね、そういうのもね。まあだからなんか実際に今でもあれば一回は行ってみたいなとは思いますね、ダンスホールって。なんかその雰囲気とか聞き捨てで私確認したわけじゃないんですけど、うぐいす谷に一軒あるそうです、ダンスホールが。 それでちゃんとその踊る相手っていうかしら、お客様の相手をするダンサーもちゃんと控えててあるんだそうですよ。行ってみたいです。行ってみたことないからわかんないんですけど。行ってみますかね今度。なんかもううぐいす谷っていうところがまたね。やっぱりでもそうやって古き良きというか、そのダンスホール時代のことを知ってる方が皆さんいらっしゃるんですかね。なんかね雰囲気もだからその昔の雰囲気らしいですよ。あ、そうなんだ。一回見てみたいですね。行ってみたいね、ちょっとね。ちょっと来年あたり行ってみますかね。そうですね。うぐいす谷っていうところもなかなかね、めった行く場所じゃないのでね。そうなんですよ。私なんかもう本当に山手線の中の新宿は知ってても。ウグイスダンには行かなかったですね。そうですよね、あ、今なんかちょっとピロピロ鳴ってる音はですね、これご飯が炊けた音ですね。ごめんなさい、ちょうどかぶってしまいましたけれどもちょっと今ね、マリちゃんのヘッドフォンがずり落ちて、今ちょっとマリちゃん大変なことになっているので、ちょっとお待ちください大丈夫ですか？失礼いたしました。髪の毛をねカットしたんですね、先日。私たちはね、表参道のねフィオリスタというところで松本さんという方にね髪の毛を切っていただいたんですけど、たまたまガモン君も同じ人に切ってもらっててあったんだよね。ばったりあったのよね。ね、びっくりしましたね。なんかガモン君はなんかあれですってよ、華奢に見えるのが嫌で今一生懸命体を鍛えて体を大きくしてるそうです。それで余計大きく見えたんだね。そうですよね、びっくりしちゃったもん。そうですね、あんな大きい人だったかなと思って。そうですね、こうどこに向かっているのかね、ちょっとでもやっぱり舞台やるからにはやっぱり体大きい方が得よね。そうね、ちょっとあんまりこうペラペラしてると、そうよ。だって映像ならいくらでもさ、カメラであれできるけれども、舞台っていうのはそういうのがないから、やっぱり存在感のドーンとある方がいいんじゃないかしら。なんかでもやっぱりね、舞台とあと2時間ドラマと映画と全部芝居が違うって言ってました。あれよくわかりますよね。だから動きがね、舞台の場合はね少し大げさに動かないとダメなんだとかっていうのはなんか言ってらしたわよ。あとはほら、こう目の芝居なんかやってもあんまりこう舞台じゃ分からなかったりするけれども、あんまりそのだから舞台ばっかりこう慣れている方だと、こう映画とかに来た時にちょっと振りが大きくなっちゃったりとかするらしくて、なんか注意されるみたいなね、そんな話も聞いたことあるんですけれどもね。そう考えるとなんかお芝居もね奥が深くて楽しいですね。でも私ああいうのも一回やってみたいなとかって思うのよ。あ、お芝居ですか。へえ、ああいうのもいいなと思って。いいですね。なんか、まりちゃん何の役でしょう？女中の役。女中ですか。あ、今女中って言葉ないんだ。女中さんっていうじゃん、時代劇で。ああ。まさかさ、時代劇に出てくる女優さんのことをお手伝いさんとは言わないもん。家政婦は見たみたいなのがあってそうなんか「大沢家政婦紹介所から参りました」あの方私と同い年だったのに、なんか早く亡くなられちゃったわね。そうだね、市原悦子さんでしょ。そうです、あの方千葉一高かな、なんか出た方で秀才なのよ、ものすごく。ああ、もう見るからに頭の良さそうな方ですもんね。そうですね。そういう方ってなんで早々とあっち行っちゃうのかな。あとキキキリンさんもほら、キキキリンさんと市原悦子さんが共演された「アン」っていう映画、あれ私すごい良かった。飛行機の中でやったでしょ。そうそう飛行機の中で見たんですけど、それでまた家のテレビでも見ましたね。あれすごく良かったですね。やっぱりなんかハンセン病をねなんか患ってるお二人なんですよね。でも心を込めたあんでね、そうですね、こしらえた。そうあんこ好きだからね、まりちゃんは。こしあんです。そうここでね一つお知らせです。まりちゃんはねつぶあんは食べません。こしあんをね食べますので、皆様ね差し入れとかいろいろつけ届けとか。いろいろいただける場合はですね、ぜひこしあんの方。あとでまりちゃんお酒は飲みません。はい、なので。そうなのよね、私たちとお酒ダメなのよね。飲みませんね。これもやっぱりこの前お話しした DNA と関わりがあるんでしょうか。体質的にね、ありますね。アルコールを受け付けないというね。そうですね。分解酵素がっていうやつですね。ないね。その酵素持ってないの。そうですね。私に至ってはアナフィラキシーショックっていうやつになりますから。はい。ちょっと死んでしまうみたいなので。はい、ちょっと気をつけたいところです。お酒はいりません。お酒の代わりに何をあげると喜ぶの？なんでしょうね。ガバジュース。懐かしいピンクのね。ピンクの。あれ昔なんかね輸入されてる方いらっしゃいましたよね。作って売ってた方、作って売ってたんだ、輸入じゃないんですね。カノープスの勉強会の一番最初に立ち上げた人なんで、みんなで会長会長って言われてた人だったんですけど、その方も早々と亡くなられて、なんかいい人ってみんな亡くなって、私みたいなのが生き残るのかな。そうなんでしょうか。ちょっと深い話になってきたところで、そろそろ今日も、あら、もう終わり？そうなんですよ。ちょっと早いですよね。なんか取り留めもない話になりました。うちわ話でごめんなさい。はい、また次のね動画でお会いしたいと思います。よろしく。はい、ありがとうございます。ごきげんよう。